皆さんこんにちは、タンドゥです。秋口からスタートした草加農園でのみかんの収穫作業、先日動画でも紹介したんですが、ご覧いただけましたでしょうか。当たり前だけども、収穫してはい終わりではなくて、今度はそれを売ってお金に換えるという仕事が残ってます。でも畑から収穫してきたみかんというのはサイズもバラバラで、いろんなタイプのものが混ざっている状態で、ここからお客さんに販売するものを選別する必要があるんですが、これを選果と言います。出荷前の最終チェックとも言える大切な作業なので、今回はそんな選果の様子をご紹介したいと思います。選果を効率的に行うために欠かせないのが選果機。みかんをサイズごとに振り分けてくれる便利な道具です。まずはみかんをくるくると回して異常がないか目視でチェック。傷の程度を見たり、腐ったもの、腐りそうなものがあれば抜き出します。みかんを長時間見るお仕事は数が数なので、さすがに目が疲れます。でも腐りがあると他のみかんが腐る原因にもなってしまうのでね、気が抜けない。傷の種類も虫食いだったり、収穫時の挟み傷だったりと様々です。お次はブラシの上で回転させて表面の汚れを落とします。見た目の綺麗さというのは商品として重要なポイントなんですよね。さらにセンサーを通してみかん一個一個のサイズを読み取ります。この時にも傷や腐りをチェックしてくれるんですが、ほんと一瞬。こんな速さで処理するのは人間には無理ですよね。その後サイズごとのレーンに振り分けられて選果は終了。あとは出荷用のケースや化粧箱に詰めていきます。ですか。大きさも整って見た目も綺麗なみかん、とっても美味しそうですね。みかんの需要のピークは年末年始、年の瀬にかけて出荷がどんどん増えていくので、まさにね、時間との戦いで選果機という存在が本当に強い味方です。なんかね、選果機の宣伝見たくなっちゃいましたね。性能によって価格はピンからキリまで、種類が本当に多いんです。自分が独立した時にどんな道具があればいいだろうか、そういうことを考えるのがとっても楽しいんですよね。こんな感じでみかんのハイシーズンに突入して、毎日忙しくさせてもらってます。最近は外に食べに行く暇もなかなかなかったんですが、今日は嫁さんの仕事が遅くなるということなので、久々にね、どこかで食べて帰りましょう。ということでやってきたのは浜北区にあるお食事処立花。遠州鉄道下りの終点西鹿島駅の近くにあるお店です。
入り口にはショーケース。少し色あせたサンプルがお店の歴史を感じさせます。こじんまりとした店内は昔ながらのお食事所といった雰囲気。メニューはどれも安い。令和にこの値段でやっていけるのかってね、不安になるレベル。メニューを見た感じだと洋食の割合が多いのかな。久々の外食なので、ここはね、がっつりいっちゃいましょうか。今日も頑張って働いたなと、お腹を空かせて待っていると、やってきたのはオムライスとハンバーグ。日本人が大好きな洋食のゴールデンコンビ。翼くんと美咲くんも顔負けです。見た目にもとっても綺麗なオムライス。これは美味しそう。ハンバーグも肉厚で、どっちもお値段以上のボリューム。まずはオムライスから。素晴らしいですね、この綺麗な断面。それではいただきます。あーうまい。ケチャップ味強めの昔ながらのオムライス。なんでだかね、この味が定期的に食べたくなっちゃうんですよね。トロトロのオムライスも好きなんだけども、昔ながらのオムライスって安心感があってホッとする。それにしても結構ボリュームがある。これで570円って安いな。野菜もこんもり乗ってて、冬のビタミン不足にもね、ありがたい。でも今年からみかん農家で働いてるってこともあって、傷物のみかんをもらってよく食べるんですけども、すごくアンビー。農家さんで働く特権ではあるんですけども、最近手がね黄色くなってきた気もするんで、食べ過ぎにはね注意さねば。そしてお次はハンバーグ。ソースとかはかかってないみたいですね。下味しっかりなので、そのままでも十分美味しい。つなぎは少なめで肉の食感もしっかり。こちらも値段は安いけども、とっても肉肉しいハンバーグ。付け合わせの人参。素朴な付け合わせもね、玉肉と格別にうまい。あ、そうだ、これをこうしてもいいんでねの？オムライスにのせてハンバーグオムライスの完成。ハンバーグの高さが加わった分、とても食べづらい。でもうまい。我ながらわんぱくな食べ方してらな。桃農家で働いてた時は出荷のピークは真夏で、
秋冬は結構ゆったりしてたんですけど、今は真逆の状態に。生活リズムはガラッと変わったけども、毎日楽しくやってます。まだまだみかんシーズンは長いので、体調に気をつけて明日も頑張ります。会社帰りにがっつり洋食、大変ごちそうさまでした。コスパが良すぎる町の洋食店、お食事処橘へぜひ行ってみてください。